遊びに来たのか。探したわ。え、わざわざオイラたちに会いに来たのか。もちろんだよ。あんたたちのお店ってばすっかり有名だからみんな噂してるよ。栄誉騎士と小さな白い助っ人がセピロスヒューヒューチャリティー連盟っていうお店でいろんなお宝を売っている。しかも不思議なプレゼント付き、見逃せないってね。なんだよ、結局オイラ小さな白い助っ人になっちゃったぞ。でもお店を評価してくれてるみたいだし嬉しいな。そういえばずっとエウルアとアンバーを見かけなかったけど、二人とも出かけてたのか。私たちには仕事があるからね。え、ずっと仕事してたのか。正確に言うと、私とアンバーは騎士団の半休暇メンバーなの。武竜祭の期間中はドーンマンポートとモンド城間をキャラバンが頻繁に移動するため警戒を強める必要があるのよ。魔物や悪党に襲われるからか。ええ、そうよ。遊撃小隊の任務はその2カ所の間を巡回すること、キャラバンの後を追い貨物を守る、さらには率先して攻撃を仕掛けたり怪しい場所を調査したりして脅威を事前に取り除くってわけ。なんだか大変そうだな。もしかして武竜祭が終わるまでずっと仕事なのか。そんなことないわ、交代制でやっているからね。一組は見回り、一組は休憩、一組は予備隊として待機するの。これを一定の周期で交代しているわ。エウルアは経験豊富な隊長だからね。エウルアの的確な指示のおかげで厳しい任務もこなすことができたんだ。別に褒めるほどのことではないわ。君たちそんな風にからかって一体何のまね。祭りの雰囲気にでも影響されたのかしら。実はちゃんと用事があってきたんだ。エールは説明をお願い。君たちに騎士団特製北地のスモークチキン40人前とセピロスのカゴ付きお肉つみつみ40人前を用意してほしいの。とんでもない量だな。一度にこんな注文するのか。まさか騎士団でパーティーを開くつもりだな。どうして誰もオイラたちを招待してくれないんだ。そんな盛大なものじゃなくて、エウルアが隊員たちをねぎらうためなんだ。ええ、遊撃小隊のメンバーは日頃から体力の消耗が激しいから、一回の食事で 4,5 人前は食べるのよ。それに最近は古参の隊員が一人復帰することになってね。だからこの機にお祝いしようと思って、他で何か買うよりも資金を君たちのお店で使えばチャリティーのためにもなるでしょ。おお、一石二鳥のナイス判断だな。そうだ、エウルアの言う古参の隊員ってまさか前にあった。前線で活躍している測量士のミカよ。大団長と遠征に出る前はずっとうちの隊の主力だったの。やっぱりあいつのことか。あの恥ずかしがり屋の騎士がそんなにすごいやつだったなんて。ミカは決してあんたたちを怖がってたわけじゃないよ。若干遠回しだけど、それもあんたたちに対する敬意の表れなの。彼は強い人には独特の個性があると思い込んでいてね。その人たちを知り、考えを理解した上で、より深いコミュニケーションを図るの。こうすることで、気兼ねなく会話できるようになるみたい。最初は、私とアンバーに対しても同じ感じだったわ。私たちのことをよく知ってから、だんだんと自然体でいられるようになったの。そういうことだったのか。ミカって本当に変わったやつだな。ええ、今度時間があったらもっと接してみるといいわ。君は騎士団の重要人物、私は彼の上官として、お互いの誤解を防ぐ義務があるからね。そんなに弁解しなくても大丈夫だぞ。
エウルアがあいつのために言ってるってことはオイラたちにも十分伝わってるから。あ、エウルア、私の分も払ってくれたの？私は遊撃招待のメンバーじゃないし、別で払うよ。君の分も私がおごるから遠慮しなくていいわ。ひひ、エウルアとアンバーのおかげで一気に前日と同じ分のモラを稼げたな。栄誉騎士、パイモン、朗報だ。二人のおかげで予想をはるかに上回る資金が集まった。大成功だよ。ヒヒン、どんなトラブルが起きてもきっと乗り越えられるってオイラ言っただろ。お店がうまくいったのは二人の指導のおかげだよ。収益はすでにチャリティー資金の担当者に渡してある。今回のチャリティーイベントもこれで無事終了だ。感謝の気持ちを込めて二人に報酬を送ろう。さあ受け取ってくれ。もうお店を開くのも怖くないぞ。今後もぜひ一緒に仕事をしてほしい。おう、オイラもかなりいい経験になったぞ。またこんな機会があったら挑戦してみようぜ。